はい、これはですね、トヨタのシエンタです。スペイン語のセブン、シエンタの、と英語の楽しませる。英語、スペイン語の、あ、そうですね、スペイン語の、セブンと英語の楽しませるを、単語からなるシエンタは小型でユースフルな難民乗りをテーマにおしゃれなスタイルの中にミニバンに求められる機能コンパクトな5ナンバーサイズに見抜いした車だ。で、両側スライドを持つボディは空力を増強する。フロントスパッツに採用になるのにミニバントップクラス CD あたり 0.30 を達成。排気量は 1500cc 伸びで、ゲーク110馬力と V フレックス空体も放題に105馬力を設定。部台変更機能 CVT、FF 4速 AT、4WD との組み合わせだ。シックレバーはインパネ中央サークルの中に、その他メーターオーディオなる操作系スイッチも持つ。グレードは上級 G と標準 X の付いたり、それに X には無設備を具体化した E パッケージを用意する。G にはパワースライドドアやアームレスト、助手席シートアンダートレーナーが設備が充実。フラットフロアに232のシートを配置。二熱尾シートバッグが前方へ。シートクッションが持ち上がり、乗り降りが楽になる、ウォークインモードを備える。現車は国土交通省の低燃費ガス車認定制度における平成10年度、標準排気ガス率 75% 低減レベルを達成したということなんですね。で、これが一番お安くて、XE パッケージが137万円。高くて、高いやつ、私 G があって180万円。まあ、ちょっと高いぐらいですかね。でも燃費がこれは確かに国土交通省が認定しているという、排気ガス規制を認定しているというだけあって、燃費がですね、まあ、14から19まで走ります。まあ、これが出たのが2003年2月、9月ですから、まあ、それとする車としては、まあ、燃費もいいんじゃないかなと。結構な燃費を叩き出してるんじゃないかなと思うことがね。なかなかこの手の、車というのもね、非常に、いいんじゃないかなと思います。で、初代のシエンタはこのように可愛らしかったからね、良かったんですが、二代目がどうもいけませんなのでね、もう二代目のシエンタはけしからんですよ。もう顔からしてなんであの人をバカにしてるのかというのと、あとその、乗ってみたんですが、もう乗ってみてもね、運転席がこう低くて、助手席っていうか後ろのシートですねに座ってる人の背丈の方が高くなってるんですね。だから変徳な作りなんですよ、2代目は。要するに2代目は運転手が低いところで、だから上から目線でこう見る車なんですね、2代目のシエンタっていうのは。あんな失礼な車をトヨタが作るっていうのはがっかりなんですが、まあ、ああいうすごく失礼な、車ですね。あんな人を見下したような車というのは初めてですけども、まあ、あれはシエンタってのは、まあ、最近トミカでも製造中止になりましたけども、まあ、あんな見下したような車なんかトミカからかなんかしたって長くは生きらねえわなっていう感じなんですが、まあ、ああいう腹立たしい車もあるわけですね。でそれに比べてこのシエンタというのは初代は非常に良かったですね。こう丸っぽい、形してるし、まあそれこそ前と後ろがこう運転手の人を 見下すようなね、見下ろすようなそんなような高さではないので、まあそれが非常に良かったかなと思います。でこれを窓が、見下ろすような高さではなくて、まあ、顔も可愛らしいですし、と同時にこの車っていうのはこの高さがあるから、まあ、こうやってピピピピッとこうスライドで動くんですね。まあ、今ではこう当たり前のような設備になりましたけど、当時としてはスライドドアっていうのはまあ新しい、試みだったんじゃないかなというふうに思います。だからまあ小学校、そうだな、小学生低学年ぐらいの子であれば、まあ、難なく立って乗り降りができ、しかも着替えができるっていうね、
大体こういう車って着替えが、前は10代の車だと着替えができない、立ったまま着替えができないのがあったんだけど、これは立ったまま、着替えができるということで、非常にそういうところを売りにしていて、非常に、素晴らしい車だったんじゃないかなというふうに思います。なかなかこういうのもいいですね。今となってはもう尽くされない、ミニカーとして、こういう、これはちなみに、チョロ Q からね、昔出されたやつです。今チョロ Q 高いですからね。今チョロ Q はなんか大人向けのチョロ Q とかって、大人がチョロ Q を奪い去ったみたいな感じになっちゃって、そんでなんか2000円でしたっけね。誰が2000円もするチョロ Q を買うんだろうと思う、すごい高い値段になります。あれはいけませんね。もともとチョロ Q ってのは子供が遊ぶことを前提として作られてるものですから、それをこう宝トミーと合併した途端にですね、値段を急にグワンと高くして、でそれでその大人向けのチョロ Q ですみたいな、そんなことをやって売れるわけねえだろうっていうのがね、あるんですけどね。まだトミカリミレットヴィンテージだったのね。実写のその塗装を使って、2000円ぐらいして高いですよ、でもこれは実写の塗装と同じ塗装を使ってますよっていうので、ね、売りに出してるから、まだいいとしても、そのチョロ Q が2000円も出して売るっていうのは本当に誰が買うんでしょうかっていうことで、本当にあれ売れてるんですかっていう、代々そんなくだらない企画考えたの誰だよみたいなね、もう責任者出てこいみたいな感じですよ。だったらもっとこう値段をこうお安くした従来のねチョロ Q というのにね、だからチョロ Q が大人のミニカーっていうのは考え方が完全に失敗だと思いますね。ですからやっぱりミニカーっていうのは本来子供が住んでからこそミニカーというものがあると思うので、それは多分ある意味世界共通だと思うんですよ。でそれを日本の場合だと大人になるに近づけて、もう中学生高校生ぐらいになるともうミニカーを手放すという人も多いんだけども、ところが海外の場合は大人になってもずっと所有するっていうことの大事さっていうのを教えるんですよね。だからそこが日本との海外との違いの大きな違いなんですけども、なかなかこういった、車というのもね、いいなといった感じです。そういうところがやっぱり私は海外の考え方が好きで、でやっぱりそういった車っていうのはもう半分大人になりましたけど、でもそれでもこういう車を持ってると、そういうミニカーを持ってるということで、いいなという、いいなって自分で言うのも変だけど、そういう感じですね。どうもありがとうございました。